お久しぶりでございます。そろそろですね、ぼちぼち様子を見ながらですね、こちらの動画再開していこうと思います。本日はですね、東京ドイツ村、千葉県にある東京ドイツ村に、母と2人で向かいます。そしてですね、今千葉県の国道これ357号線をね走っておりますね。でここから少し田舎道を走ってもうすぐドイツ村に着く予定でございます。少しね時間が早すぎるんで、どっか道の駅とか行けたらそこら辺で休憩してからドイツ村に向かおうかなと思います。てい！いやー気持ちいいですね、ドライブこれですよ。これずっと走ってられますね。意外に東京ドイツ村近くて、下道で走ってても近いんで少し早いですけど、もう入ってしまうことにしました。入ります。着いてしまいましたね。最初料金所、冬はなんかここで料金を払ってもう自由に動く感じでしたかね。着いたー。はい、ゲートをくぐって、これ車でいろいろね各地を回る感じなんですけど、相当広いんですよね。むしろ車じゃないと歩けないぐらいの規模なんで、どうしようかな、一回ぐるーって回ってから降りたい場所決めましょうかね。そうしましょう。はい、メインの場所ですね。観覧車が見えて、こちら意外にしたいことがないので、この辺りを散歩してみて、また夜はねイルミネーションに囲まれますんで、どんな顔を見せるのか楽しみですね。いい雰囲気ですね。いいねいいね、こういうとこ好きなんですよね。本当にこの閑散とした雰囲気がいいよね。ああいう露店、屋台、いいですね。私がね、運転手じゃなければビール飲みたかったですね、昼間からね。カーッとね、イルミネーション点灯時間が5時50分ということで、あと約3時間時間を潰さなければならない。どうしましょう。ほんと広いわ、ほんと広いけど何したらいいんすかね。あと3時間どうしよう。とりあえずですね、先にお土産を購入して、今からパターゴルフでもしようかなと思います。子供動物園があったので、こちらで少し動物を見て癒されます。モルモットがおりますね。ピントがね目の前の柵に合っちゃって、なかなかうまく撮れないですけど、かわいいな、ほんとかわいい。ブヒブヒドルフ、羊だらけ、すごい、もっこもこ。ヤギさんが歩いてますね。泣いた。あ、餌もらえると思ってるの、あの子。餌買いませんよ。見てみて、これ餌の時間かな。急にカモたちが、アヒルたちが騒ぎ出し始めましたよ。ア
しゃわしゃわしゃわしゃ。あのですね、パターゴルフも午後4時まででして、でね、あとそこから2時間ぐらい待たなきゃいけないということで再入場することにしました。なので1回ドイツ村出ます。出てアウトレットとか行ってご飯とか食べてまた戻ってくる可能性ありますね。まさかの展開ですわ。はい、イオンに着きました。ここでご飯を食べて少し時間を潰してまたドイツ村に戻ります。ごちそうさまでした。サイゼリア美味しかった。ドイツ村でね食べればいいのに、あえて木更津のサイゼリアでご飯を食べるというね、なかなかおつな行動でしたね。では暗くなってきたのでドイツ村に戻ります。そろそろ着きますね。再入場証みたいなのをいただいたのでそちらを見せて再入場します。はい、戻ってきました。もう点灯してますね。まだ少し明るいからこれからもう少しね光が映えてといいますか綺麗になってくんじゃないかなと思いますね。では頂上に向かいますか。着きました。すげー、相変わらずすごいこれは。じゃあ中の方歩いていきますか。おー、いいですね。なんか今年はねコロナのせいで冬の雰囲気をあんまり味わえなかった気がしますけど、こうねイルミネーションを見ると冬っぽい感じがいいですね。またオルゴールもいいわ。さすがにここはすごい。すごい。綺麗。伝わるかなこれ。こんな感じですね。すごいよこれ。よかった、結構やっぱり空いてますね。やばい、著作権がやばい、著作権がやばいんで消します。すごいよここから、開けますよ。なんかディズニーにいるみたい。すごい、結構人も増えてきましたね。うわーすごい、すごい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 しか言えない。すごい、いやーすごいよ。外観がやべー。ここ見て、ここ行きますよ。ここ、この広大な敷地にすごいよこれ。これはね感動しますわ。来てよかったわ。すごいよこれ、ほんと来てよかった。もうこの映像でも分かりますよねこの凄さ。今年はねもう終わっちゃうんですけど毎年来てもいいぐらいほんとすごい。
そしてこちらがトンネルになってますね。入ってみましょうか。はい、トンネル入りました。綺麗。なんかね、ドラえもんのタイムマシーンに乗った時こんな感じになりますよね。知らんけど。観覧車乗りました。なんと母と二人で観覧車乗りました。もうちょっと景色がいいところになったら撮り直しますかね。桜がねそこにあってすごく綺麗なんですよね。見えますかね。ほらほらほら、すごい満開満開。はい、だいぶ上がってきましたね。こんな感じですよ。すごいでしょこれ。どんだけの広さをね電飾で埋めてるんですか。で先ほどの桜ですね。じゃあカメラがねすっごい撮りづらいですね。柵があってでガラス越しだとぼやけちゃうしね。現在頂上です。トップに来ました。すごいよこれ。すごいしか行ってないなさっきから。あ、もう下ってきてるかな。あ、もう下り始めてますね。なんか音楽が聞こえるな。観覧車良かったですね。ぜひドイツ村来た際はイルミネーションが、ね、ある時は観覧車乗ってみてください。これはいいわ。入り口に戻ってきました。では帰りますかね。はい、ドイツ村の中ですけどね、帰ってます。本当来てよかった。本当来てよかったってね、来た人みんな口を揃えてこう言いますよ。本当来てよかったって。ではですね、またこのチャンネルですね、またぼちぼち様子見しながらですね、いつものように旅に出ては動画を撮っていきたいと思いますので、改めてよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。